皆様こんにちは、ランです。数ある動画の中からご覧いただき本当にありがとうございます。前回の動画ではこちら新しくオープンしたスナイデルルミネ北千住店限定のアイテムをご紹介しました。今回の動画では久しぶりの私のバッグの中身紹介動画となります。今回は荷物少ないバージョンでお届けさせていただきます。それでは早速行ってみましょう。まず私の愛用バッグのご紹介です。アイテム名がロゴキャンパスバッグ。こちらはスナイデルさんのアイテムです。こちらはですね、彼氏のリン君が店頭で見つけて絶対買った方がいいよと押してくれたので、購入してみました。中身の作りなんですけど、内ポケットが2つついているのと、チャック付きのポケットが1つ、それから磁石で留められるタイプになっております。小柄なバッグなんですけどかなり大容量なんですよね。では中身は紹介していきます。1つ目、まず出てきたのはこちらエミの巾着。中にはですね、じゃじゃーん、愛用のヘッドホンが入っておりました。こちらはソニーのヘッドホンとなっております。専用のアプリを入れてコントロールしたり、ノイズキャンセル機能があったり、このまま通話ができたりと、とっても優秀で素敵なヘッドホンとなっております。そして入れていた巾着はエミーさんの受注会のノベルティの巾着です。色違いのノベルティ巾着もあるんですけど、本当に使いやすくてお気に入りです。そして2つ目のアイテムはスナイデルホームのハンカチタオルになります。こちらですね、もうタオルといえばで有名な、じゃん、今治さんの生地を使用しているので、何回洗濯してもふかふかですごくお気に入りのハンカチタオルになっております。続きまして、お財布です。こちらはリン君がクリスマスにプレゼントしてくれた大切なお財布となっております。ミュウミュウさんのブランドミュウミュウさんの、お財布ですね。実はですね、私ハイブランドのものって本当に持ってなかったので初めてのハイブランドお財布で未だにドキドキしております。そして次がエコバッグですね。こちらはスナイデル銀座三越店オープン時にいただいたノベルティのバッグになってます。ここについているキーホルダーチャームは前回の動画でもご紹介したスナイデルルミネ北千住店のオープン記念キーホルダーです。銀座三越店オープン時のノベルティバッグ、トワルドジュイのデザインになってて、とっても可愛いんですよね。エコバッグも可愛いと本当にテンションが上がりますよね次がカチューシャです。こちらはスナイデルさんのカチューシャになってます。ロゴが可愛いですよね。前髪が気になった時とか、ちょっと雰囲気変えたいなと思った時によくカチューシャつけるんですけれども、今つけてるのもスナイデルさんのカチューシャです。続きまして、じゃーん、こちらのポーチ、リン君の妹さんからのプレゼントのポーチとなっております。メゾンドフルールだったかな、すっごい可愛いお店のポーチです。もう本当に可愛くてお気に入りで、本当にありがとうございますって思ってます。結構小さめのポーチに見えるかと思うんですけれども、中を開けると結構ですね、入るんですよね。とってもデザインも可愛くてお気に入りです。中に入れてるのは目の充血予防の目薬、こちらはロートに出ているやつですね。私裸眼なので結構白目が疲れやすいんですよね。で次に中に入ってるのがこちら、スナイデルビューティーさんのリップティントになります。ごめんなさい、ちょっとピンボケしてるんですけど、こちらは、ピュアリップティントの08番ですね。全然落ちないし、唇の皮もむけないし、本当にお気に入りです。そして絆創膏も入っております。何かと靴ずれとか手を切った時に対応できるようにしてます。
中にはあるんですね。エルサもいて、本当に可愛いポーチなんですよね。背面にはティッシュが入るようになってるので、今度ティッシュ入れようかななんて思っております。次がスナイデルビューティーさんのノベルティ巾着が出てまいりました。こちら中に入っているのはですね、じゃじゃん、ジェラートピケさんのバレッタになっております。髪型を変えたいなって思った時に、ヘアバレッタって1個つけると雰囲気変わるので愛用品です。それからもう一つ、セルフォードさんのイヤリングも入れております。私ピアスの穴が開いていないので、イヤリングを結構つけたり外したりして、なんかその場その場の雰囲気とかに合わせたりするのも好きなので、持ち歩くようにしております。セルフォードさんのイヤリングもう一種類あるんですけど、本当にキラキラして華やかで可愛いイヤリングばっかりなので、ぜひ皆様もセルフォードさんのイヤリングチェックしてみてください。続いてはですね、こちら、手鏡を持ち歩いております。こちらの手鏡はジルスチュアートさんの手鏡となっております。すごい宝石みたいなデザインで、使っているとテンションが上がるようなデザインになってます。以前のバッグの中身紹介動画の時にも出てきたんですけど、本当にお気に入りです。で、続きましてがこちら、スナイデルビューティーさんのハンドクリームとなっております。もうパッと見でわかるぐらい、かなり使い古す、たくさん使ってるのがわかるぐらいで、もう本当にもう残りほぼないブーケのほーのすごい華やかな香りがたまらなくって、お気に入りのハンドクリームです。しかもちゃんと保湿してくれるので素晴らしいですよね。機能性と香りとビジュアルが抜群って感じです。今日のアイメイクも全部スナイデルビューティーさんで仕上げております。そしてこちらが、あの腰や肩につける温感シートです。編集をしてたりするとかなり凝ったりするので、こういうので肩とか腰を温めるようにしております。あのメグリズムさんから出てるやつなので、薬局とかで見つかると思います。ではこちらのバッグの感動ポイントをご紹介させてください。サイドにボタンがこうやってあるんですけれども、ここをですね止めると、なんとシルエットが綺麗な形になって、スマートなサイズ感になってくれます。荷物の量によってこうやってサイズを調整できるっていうのがすごいですよね。ツーウェイって感じですね。で、あのこちらのバッグなんですけれども、違う、大きいバージョンもございまして、こちらの大きいのもかなりおすすめなバッグとなっておりますので、また荷物が多い日バージョンで近日ご紹介できたらなと思っております。本日は私のバッグの中身紹介動画でした。また次の動画でお会いいたしましょうね。皆様の愛用品もぜひ教えてください。それではバイバイ。